12.7mmm20 機関銃を搭載したサムソン RCWS サムソン RCWS はイスラエルのラファエルアドバンスドディフェンスシステムズによって開発された RWS である。サムソン RCWS は別名ケットラニット RCWS とも呼ばれている。ケットラニットは知識という意味の女性系の語である。 イスラエル国防軍の兵器開発部門であるラファイエルにより開発された RWS で 12.7mm 銃機関銃、7.62mm 汎用機関銃、5.56mm 軽機関銃、40mm グレネードランチャーといった多様な火器を搭載することが可能である。サムソン RCWS はイスラエル国防軍で運用されている いいくつかの国に輸出されているまた、サムソン RCWS-30 と命名されたマーク44ブッシュマスター 230mm 機関砲、スパイク対戦車ミサイル、スモークディスチャージャーを組み込んだ重刀モジュールも開発され、こちらも輸出が行われている。サムソン RCWS-30 は、チェコのパンデュール2、ポーランド軍の BMP-1 などに、 搭載されている。イスラエル西岸地区の分離壁には、セントリーテックロ保養レと呼ばれる 12.7mm 重機関銃 7.62mm 汎用機関銃スパイク対戦車ミサイル、AI による自動照準システムなどを搭載した国境監視等が設置されている。サムソン RCWS 採用国、ありがとうございます。